リチャード・ガードナーは、アメリカ合衆国の経済学者、外交官、コロンビアロースクール教授を60年近くにわたって、務めた。また、アメリカ民主党下の外交政策に関わり、在イタリア及び在スペイン・アメリカ合衆国大使も、務めた。1927年、弁護士の父であるサミエル・ガードナーと、主婦、SL の子として、ニューヨークシマンハッタンに生まれる。祖先は、 ドイツ系であった。第二次世界大戦中にアメリカ陸軍で軍務に服した後、ユナイテッドプレス、アソシエーテッドプレスの記者を経て、1948年にハーバード大学から経済学の学士号を授与された。1951年にイエールロースクールを卒業、同年よりローズ小学生としてオックスフォード大学へ留学し、1954年に 経済学の博士号を取得した。1957年からコロンビアロースクールで教弁を取る。1960年代には、ケネディ政権とジョンソン政権下で国際機関問題担当の国務次官補を務めた、他政府や国連の公職を歴任し、1976年に、ジミー・カーダー、1988年に、アルゴア、1992年に、 ビル・クリントンの各アメリカ民主党大統領候補の外交政策顧問も務めている。さらには、カーター政権下の1977年から1981年まで、イタリア駐在アメリカ大使を、クリントン政権下の1993年から1997年まで、スペイン駐在アメリカ大使を務めた。イタリア在留時には、ジョルジョ・ナポリターノの友人として知られ、 1979年にイタリアへ米国製の新たな巡航ミサイルを配備させるのに貢献した。これは NATO 加盟のヨーロッパ諸国の先例となった。また、スペイン在留時には米国製ヘリコプターの売り上げを伸ばそうと目論み、米国のソフトウェアメーカーの知的所有権を主張した。国連事務総長を務めたブトロスガリトは休校があり、 ガリが1992年6月に国連に提出した改革案にはガードナーの多数の構想が採用されている。ガードナーの思考は、紛争発生前に国連緊急展開部隊を事前に展開して、武力による平和実施を行い、この部隊派遣の責務を果たすことで日本とドイツの常任理事国入りを認めるというものであった。 1974年から2005年までにジ米王三局委員会に参加した。2012年にコロンビアロースクールを退職。彼の業績を称えるために、アントニー・ブリンケン、雪監禁、エドワード・ラック、ジェームズ・ピー・ルービンら数百名が集まった。2019年2月16日、鬱血精神不全により、ニューヨーク市の自宅で死去した。91歳没。打つ。 家族は2008年に死去したユダヤ人の妻であるダニエル・ルツァと息子にオバマ政権時に欧州連合の米国大使を務めたアンソニー・ガードナーがいる。ありがとうございます。